で寝袋マットです。とマットやば。はい、ハリテンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、長野の松本で行われておりますアルプスアウトドアサミット第2弾にお邪魔しております。実はね、去年も来ていてね、動画撮ってたんですけど、去年の私はですね、ぶっちゃけ UL 全く興味がなくて動画公開しませんでした。ただね、今年は UL めちゃめちゃ今ねギア集めてるんで、今年こそはねがっつりとね見ていきたいなと思います。もちろんね動画にもしようと思ってますんで、ぜひね楽しみに最後までお付き合いいただければと思います。では行ってみましょう。先日動画でもご紹介させていただきました、はい、ヤマトモファンさんのブースが今日あるということで、はい、よろしくお願いいたします。パッと見たところでもすごい気になる新作がありまして、新作というか新作候補、はい、そうですね。いやこれ生地が新作っていうか柄が新作ですね、はい、あの今ちょっとこれ試作なんで、まだ試作なんでちょっともうちょっと変わってくると思うんですけど、はい、でも一応あのファーストエイドキット用のプリントしたものをちょっと作りたいなって思ってるんで、うんうんうん、年内には出せるかなと思ってるんですけど、すぐじゃないですか。はい、そうですね。楽しい。今ちょっと、はい、準備中です。いやこれぐらいのサイズ感だと結構たっぷり入っていいですよね。はい、救急セットにはちょうどいいサイズじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、あともう一つこっちでも作ろうかどうしようか今悩んでるところです。あ、確かに2サイズあってもいいかもしれないですね。なんか少ない人もいるじゃないですか、うんうん、あんまりガッツリ持ってく時と持ってかない時、はい、ね、確かにちっちゃいのもあってもいいですね。どうしようかなって、いやでもこれは欲しい。あ、本当ですか、ありがとうございます。素敵、楽しみにしてます。あ、ありがとうございます。ぜひ小さいのも、はい、じゃあちょっと考えます。はい、あと、はい、こちらの新カラーですね。あ、そうですね、新色、UL ファンミールのレモンイエローが新色として出ました。いやこれすごい発色いいですよ ね。 そうですね、インスタでは拝見してたんですけど。あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、前山吹っていう黄色もオリジナルで出してたんですけど、はい、それはちょっともうあのなかなか手に入らなくて生地が、うーん、今回やっと黄色が入ったんで。なるほど、これいいな。もう私も、はい、あの嫁と子供分も追加させていただいて、 ありがとうございます、愛用させていただいてます、はい、ありがとうございます。ものすごく使いやすいんで、あ、嬉しいです。いやー、そう言っていただけると、みんなにも勧めてます。ありがとうございます、はい、ぜひぜひ。あとはちょっと私はこの M サイズ、はい、あ、 S と M を使わせていただいてるんですけど、はい、L サイズ、これ実物、はい、そうですね、初めて。そうですね、L サイズがちょうどこの M サイズの2個分のサイズになります、はい、なのであの重装とかもしされるんであれば、はい、だいたい今これ2泊3日分ぐらいの食料が入ってるんですけど、はい、そのぐらい全然余裕で入ります。うん、意外に結構物がいっぱい入るんですよ。でもこの M でもだいぶ入りますよね、はい、だいぶ入りますよね、意外に入りますよね。入ります。でこんな感じで締めるとちょうどバックパックの大きさにいいですよね。そうです、そうです、バックパックにこのまま L サイズですとこのままドンとガツンと入れて、そうですね、はい、でその上にあの L2 個とかでも L を2つでもいいですし、うんうん、L の上にこの M がちょうど半分のサイズなんで、とこういう感じで並びます、はい、これ今何がいいって、これがいいんですよね、取り出すときに。はい、そうですね、取り出すときそこ持っていただければ取り出すことが簡単にできますし、はい、あとはですね、あ、こういう感じですね、うん、M2 個だと、はい、L の上に M が来る感じだったりとか、あとはですね、L だったら、はい、あのここ真ん中にあのストラップを通していただければ外付けの一番上に、そっか、ザックの一番上に、ここの上につけちゃえばいいってことですね、はいはいはい、こういうのがついてるやつであれば、うんうんうん、そういうこともできます、はい、確かに。で着替えとかだと大体2日分の着替えが丸々入ります。これ L でね、でこれ M に今着替えが1日分ぐらい余裕で入ります。こんな感じですね、パンツとシャツっていう感じですね。いやでも何入れてもいいですもんね。そうですね、はい、こっちは今ね、クッカー類を入れてますけど、コーヒーセットですね、うんうん、
でこれがスリムですね。はい、これがスリムですね。こういう歯磨きセット入れたりとか、うんうん、あとはこういうこうカトラリー入れたりとか、はい、防風、なるほど、これですね、はい、これをここに入れてます、うんうんうん、あとは行動食、行動食入れてる方もすごく多くて、私も入れてるんですけど、んこんな感じで行動食入れて、はい、でこれはここにカラビナをつけるとこのままウエストに引っ掛けることもできます。ここら辺に引っ掛けちゃってもいいですね、はい、なるほど。でチャックの開け具合を少なめにしていただければこぼれないんで、うんうんうん、こうやって使っていただくと。そんな使い方いいですね。はい、こんな感じです。はいはい、確かにこういう使い方もできます。このスプーン気になってたんです。あ、スプーン、これですね、実は20年前に私が伊豆でちょっと買ったスプーンがあって、はい、それを20年ぐらいずっと使ってるんですけど、はい、ずっと長く使えるんですよ、はい、で何しろ持っていただくと分かるんですけど、軽くて1個がだいたい 5g 前後ぐらいしかないんですね。軽っ、すごい軽いんですよ。めちゃくちゃ軽い木を使っていただいてるんで、はい、でその昔買ったスプーンがめちゃくちゃ良くって、はい、それと同じスプーンを作りたく欲しかったんですけど、はい、作家さんが辞めてしまって、実は、うんうん、で作れなくて、はい、それを別の作家さんにお願いして、はい、再現して作っていただいたんです。これクスノキってことですか。クスノキ、はい、そうです、クスノキを使ってます。手触りもめちゃくちゃいい。そうなんですよ、食べ心地がめちゃくちゃいいんです。へー、もうこれでカレーとか食べると、はい、もういつも毎回これを使いたくなるぐらい食べ心地がいい。スプーン、木のスプーンっていいですよね。いいですよね。僕も家では木のスプーン使ってるんですけど、うんうん、でなんかこういうチタンのクッカーとかに当たってもあんまり嫌な金属音とかしないですし、へー、でもちろんねここのファンミールの後ろに、はい、させておけるし、で若干長めに作っていただいています、うんうん、調整して。そう、私もチタンの長いスプーンよくあるじゃないですか、はい、あれをこの M サイズにこう斜めに入れてるんですけど、結構ギリギリなんですよ。はい、パッツンパッツンなんで、もう1センチと、なんか突っ張って破けんのも嫌だしなと思いつつ。そうなんですよね、木のスプーンいいな。あともう一つ個人的に気になったものが、これももうこれもめちゃくちゃこだわってるハイカーのために作った帽子なんで、はい、僕帽子好きで、でもいいんですね、頭がでかくて意外と市販の帽子が入らないんですよ。あ、なんかそういう方結構なんか多くて、これ L なんですけど、かぶってみてください、はい、かぶってみてもいいですか。はい、全然いいです。こんな感じで、あ、いいですね。お、あ、こんな感じです。こんな感じで、おー、ここが日差しが X パックになってるんで、はい、だいたい山とか行く人であれば雨降っちゃうとレインフード、レインフードかぶっちゃうんで、はい、フードから出るとこだけ防水のこの X パックになってます。濡れても問題のない。でこっちはメリノってことですよね。はい、メリノが 80% なので、でめちゃくちゃ通気がいいんですよ。はい、もう編んでるこの見た感じですごい。そう、薄いのが分かりますよね。裏が見えてますもんね。のが分かりますよね。はい、そう、メッシュみたいな感じで編まれてるんで、うんうん、通気がめちゃくちゃいいんです。うんうん、なので夏どんなに暑い夏かぶっても本当に蒸れない。へえ。ずっとかぶってられます。で自分の頭にだんだんフィットしてくるんで、うんうん、形も。であとはですね、後ろでもちょっと調節ができるんで、若干ここで調節できますし、はい、で中のこのここですね、このおでこに当たる部分、はい、ここも汗取りっていうんですけど、はい、ここの部分もこだわってまして綿麻を使ってるんですよ、うんうん、なので化繊が入ってないから、はい、汗かいてかぶれにくいっていうか、ここが痒くならない、うんうんうん、化繊って結構痒くなる方が多いと思うんですけど、そうなんですよ、かぶれにくいようにしてます。で、あともう一つ、ここが風が吹くと、はい、これがこういう風に上がって簡単に上がってくれるんで、はい、ここがペラペラなので割と逃がしてくれるんで、飛ばないんだ、飛びにくい、確かに確かに飛びにくくなってます。うんうん、うん、風逃がしてくれるんで、あ、ここが硬いと受けちゃいますもんね。そうですね、はい、なるほど、まあ、今流行りのこういう風にはならないんですけど、はい、こう上がってくれるんで風を逃がしてくれる。かといってこう来てもそんなに崩れないですね。そうですね、こっちだけこうパタッといきますね、はい、あ、すごい、
そんな感じです。で気になるのは お洗濯って、お洗濯はなるべくしない方がいいんですけど、はい、ウールなんてやっぱりですればするほどウールってやっぱ劣化させするそうなんですよ、うん、なので、まあ、手洗い年に1回とか2回ぐらいまでやっても2回ぐらいでいいかなと思います。でメリノールなんて、はい、汗かいても匂いは本当に気になる、全然使ってる方が、はい、汗かきの方がやっぱり使ってくださって、めっちゃ書くんですよ。私もすごい書くんですけど、はい、本当に匂わないって言ってくださってて、多分その方も、うん、もうほとんど毎週のように行ってる方だから、はい、あのそんなにしょっちゅう洗ってないと思うんですよ。でもずっとかぶってくださってて、毎回洗ってます。あ、毎回洗ってるんですか。びっしょびしょになるんで。あ、そうなんですね。はい、ちょっと陰干ししていただいて、はい、ですね。そうなんだ。まあ手洗いで、手洗いですね。すみません、ありがとうございます。はい、いや、かぶれた。そうなんです。なんか L が人気です。すごく人気でこういうのがないからって言って、やっぱり。だいたい市販のやつとか、金髪くんなんですよ。そうです。L は一応、ここも大きいですし、はい、ちょっと深さも少し出してるんで。うんうん、はい。へー。いやこれ前から気になってたんだよな。これは今もう在庫が全然ないんですよ。ここで買ったら今2割。今回のイベント中は2割引きですね。はいはい、2割でお得なので予約中も2割引きにするので。けんちゃん、いやメリノールの、いやいや帽子メリノールです。続いてこちらホールワークスさんかな。なんかちょっとこのね巻き台とかはフィードスタイルでも見たことあるんですけど、これなんだ、ちっちゃいテーブル開くだけ。わ、これめっちゃいい。これめすごいですね。ありがとうございます。これ開くだけで、え、足もあるんですか。そうです。あれ、はい、あ、裏に足あるんだ、はい、わすごい。こういうことか。なるほど、これで高さも出せるし、こっちはこれはまあ本当にちょっと、例えばお皿を置いてもらって、はい、コップを置いてもらうとかっていう、ちょっとプラスアルファなんかものを置きたいときに。セットですか。はい、セットで。これこのスタンドもセットですか。はい、セットです。え、こういうことか。はい、こういうことで、でここになんかブラス直でぶら下げてもいいし、はい、これすごいですね。枝がその辺残ってるやつを刺して、はい、そうです、ね、うわー、これかっかっこいい。ありがとうございます。え、これ別に、はい、この足を出さずにこの状態で別に使っても そ,、ね、はい、そこは自由ですもん ね, そうですね。単純にフラットなこっちと同じような感じで、はい、使ってもらっても地面をフラットな面で使いたいって言ったら開いてパッと使う。はい、え、めっちゃいい。これオールナットですか。はい、これオールナット。こっちだ。はい。これおいくらですか。これがね、16,500円ですね。これセットで、はい、この袋までついて、はい、そうこれタイベックですよね、はい、入れるとこんな感じ。はい、15,400円ですね。なるほど、これめっちゃいいじゃないですか。ありがとうございます。え、ちなみにこれ重さってどれぐらいあるんですか。これがね、こっちがちょっと軽くて、はい、まあ多少ね、まあ物によっては物によって木なんで変わるんですけど、ゼロゼロして、はい、こっちのメインテーブルで223、合計で330ぐらいですかね。で71で全部、まあ、スタンドまで入れて320、はい、まあまあ袋入れて327、まあ、はい、木によって個体差はあると言っても、ね、でもこれだけで言ったら220か、はい、この開くだけっていうのが最高ですね。なんかガチャガチャ組み立てるのとか、ね、めんどくさくて、はい、使うのめんどくさくなっちゃうんですけど、はい、これだったらサイドポケットに入れといて、ね、パッと開いてすぐね、なんかここで物乗っけて使えるから、はい、うわ、めっちゃいい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はオークなんでちょっと木としては重たいんで、はい、50g ぐらい、うーん、あのちょっと多くなりますかね。380ぐらい。本当だ。はい、でもオールナットがいいですね。あ、そう、個人的には。はい、好きです。いや、かっこいい。またこの手触りもすごいいい。
まあ、使ってもらうと、これとか僕は使ってるんですけど、ちょっとこう、はい、ザラザラした感じになってくるので、うんうん、まあ、蜜ろうとかをちょっと塗ってもらうっていうので、はい、まあ、ちょっとメンテナンスしてもらいながら、はい、使ってもらいたい道具ですね。へぇー。これは、天板がボルナットで、これ真鍮ネジ。ああ、そうですか。で、はい、裏のこの足はアルミですか。アルミですね。ああ、はい。すごい。で、これもアルミですか。はい、それもアルミです。へぇー。これいい。うわ、めっちゃかっこいい。嬉しい、ありがとうございます。え、これも、はい、オンラインとかでも発売されてるんですか。まだこれから。はい、今今日の分ぐらいしかまだ在庫ができてなくて。なるほど。はい、今日初出しですか。はい、うわ、これはかっこいい。今後でもウェブとかでも販売される予定で。はい。いや、要注目ですね。ありがとうございます。この使い方めっちゃおしゃれ。かっこいい。ありがとうございます。ならない、この間にこれも入っちゃうんですね。はい。で、まあ、素晴らしい。中にこのポールを入れるところも、袋の中にこうループがついてるんで、はい、ここにこうまあ入れてもらうと、はい、中でポールがこう動かないっていう、うんうん、はい、すごい細かいところまでなってます。うわ、ありがとうございます。いや、これいいですね。ありがとうございます。流行るんじゃないですか。やっといいんですけどね。いやいや、好きだと思います。はい、では先日ね、動画でご紹介させていただいたフィールドレコードさんのブースにお邪魔しておりまして、よろしくお願いします。いや、ペグめちゃくちゃ良かった。ありがとうございます。で、これめちゃくちゃかっこよくないですか。まず機能性はもちろんなんですけど、こんなかっこいいペグなかなかないですよね。そうですね、なんか磨いてなくて、はい、そのままの艶のない感じが、いや、この質感がすごい好きです。そんな感じになってます、はい、で、ちなみになんでこれ作ろうと思ったんですかって。そうですね、皆さんよくいろんな、ね、ブランドさんの中空のアルミのやつを使っていると思うんですけれども、はい、それをいつかちょっとチタンで作ってみたいなってずっと思ってまして、うん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 、でなかなかいろいろ工場と相談してたんですけれども、まあ、問題が多かったんですけれども、はい、このリブを入れることでさらに強度が上がって、この細さえ作れるということだったので、実際量産して作ってみました。すごいですよね。なんかこれが入ることによってやっぱすごく強くなるってことですよね。だいぶ強度が増します。うーん、でしかもなんかこの軽い UL 系のペグって短いのが多いじゃないですか、この22があるのがすごい個人的に嬉しくて、それこそもうやわやわなところとか、あと砂地とかの時に15センチとかだと全然効かないんで、もうちょっと長いのってなってくると、もう他の重いペグの選択肢しかなくなってくるんで、山でも最近な自立式じゃないテントを使う方が多くなってきてると思うんですけれども、うんうんうん、そういう場合にしっかりと固定した場合におすすめですね、22センチとか。いやー、すごい、これはいいです。皆さんおすすめ、ありがとうございます。はい、いや、あともう一つ新作の、これも気になってました。はい、軽っ、 190g のダイニーマのフィールドチェア、軽っ、持ってないみたい、やば、このサイズ、このサイズですね、はい、いや、めちゃくちゃ軽い、すごっ、うわー、外部の素材にはダイニーマを使ってまして、はい、でヒップマットにはエアロゲルを使ってます。高断熱素材です、はい、で背中のフレームには、カーボン 3K、はい、を使ってます。このお尻のとこだけですか、エアロゲル。 こっちもですか。こっちはハード LDP ですね。あ、じゃあお尻だけエアロゲルで断熱してるってことですね、はい、なるほど。じゃあもう普通に地べたで冬とかでも全然いけちゃいますよね。雪山ですとか夏でも地熱の熱いやつを熱反射してくれるから、うんうん、へぇー、 190g ってすごい、本当にもう持ってないみたい。やば、すごいな。え、これ座ってみてもいいですか。あ、ぜひぜひ。大丈夫ですか。ちょっと座り心地も、
いいわ。しかもなんかこの適度なクッション感が、あの硬すぎず柔らかすぎずで、しっかりとこう荷重をかけても支えてくれるし、いやこれで 190g は信じられないですね。もう従来のやつに比べて厚さもだいぶ、はい、コンパクトになったので、はい、持ち運びもしやすく、そうですね。で、贅沢品と言われていた椅子がこれだったらなんかもうユースタイルじゃないですけれども、うんうんうん、疲れを癒す椅子になる。こうしてると疲れるんですよね。そうですね。この2本あるないと、だいぶ違うと思います。なるほど。すごい。背中の部分も、はい、ここが X になると安定するんですよ。はい、でも V にするとある程度体幹が必要になってきてしまうんですけれども、はい、やっぱ今回はちょっと重さを取って X にしたくて、距離の短く済む V の形にしてみました、うん、なるほど。いやでも 190g なんてもうないようなもんですね椅子で考えたらね世界最軽量クラスの材質、いやすごいな。これちなみにおいくらでしたっけ。23,000円です。なるほど。まあでもお値段的にはそれなりにしますけど、この軽さを取ったら致し方ないですね、これは。いやすごいな、めっちゃかっこいいな。ありがとうございます。ほんのちょっとだけあるということなんで、気になっている方はお早めに。はい。なんか他にも新作候補あるんですか。新作ちょっと今テーブルはあれですもんね、あの新色、あ白い方、これ新色だったんですね。そうです。なるほど。あとこれですし、あカーボン、はい、あこの上にちょうど乗せられるサイズ。そうです。あのアルコールストーブとかにも、はい、使えるように。なるほど。カーボンプレートを作ってこの新色ですね。へえ。を作りました。なるほど。これはまあお好みに合わせて選べるようになりましたよと。そうですね。いうことで。なるほど。あでもこのプレートは確かにあるといいですね。乗っけてもいいし、とりあえずだったらこれだけでちょっとなんか乗っけてもいいですしね。そうですね。なんか。アルコールストーブを楽しみたいという方が結構多いみたいなので、確かに、これも新作ですか。はい。あれ今も、あ、そっか、なんかちょっと違 う持ってみてください。軽っ。めちゃくちゃ軽いです。これイギリス製の素材で、はい、あこれ前のパターンより、これ大きさ一緒ですよね、これとこれ。そうです。半分ぐらいになってる。こっちの前のやつが12ミリやつで 240g だったのが128、はい、すごい。ただ耐久性がやはり柔らかい分、はい、長年使っていただくとボロボロになる、うん、速さがやっぱこう早い、うんうんうん、でこれはある程度硬さがあるので、はい、耐久性も全体的なバランスがいいような。で折りたたんで軽量に、持っていただく、下の凹凸をある程度防ぎたいという方は、はい、このハード、LDPE フォーム、はい、で今この3つプラスエアロゲルおと断熱アルミ蒸着フィルム、はい、真ん中に入ってるってやつですよね、はい、今用意してます。すごい。でも軽くしたい人にとってはこの約半分は衝撃ですよね。ですね。この素材見つけた時はちょっと使いたいと思いましたね。へー、すごい。めっちゃ軽いですね。いやこれも持ってないみたいです。いやこれとだって比べると全然違う。これも軽いんですけど、すごい、なんかこの違いは衝撃ですね。でやっぱ軽い分空気量も多いので、はい、クッション性も高くなってます。でも断熱的にはこっちの方が高いってことですね。でも軽さ求めたい人にはもうこれはすごいですね。季節だったり、その使用目的、場所、うんうん、あと季節に合わせていろいろ。そうですよね。ちょっと寒い時期はこっちとかね。そうですね。夏場とかは別にこっち全然いいですもんね。こちらも新作ということで、はい、これ軸高
の外来ですね。へえ。光を吸収して、はい、暗闇で発光する外来。へえ。この中に、はい、特殊コーティングしてある、反射糸も一緒に織り込んでるので、はい、光に反射して、あと暗闇では光る、暗闇に特化した外来です。強度的には今までのシリーズとか変わらない。変わらないです。あの中心にダイニマイザナス糸を使っているので、はい、ね、強度も変わらず。へえ、なるほど、すごい。そう、通常のアム強さよりも強く編んでるので、はいはい、触っていただくと分かるんですけど、まだ張りのあるような、うんうん、確かに。これが針のない外皮を使っていない柔らかさです。まあ普通にこうなんか太い糸みたいな感じですもんね。あ、確かに使いやすい感じですね。ある程度針があると、うんうんうん、へえ。いやー、ありがとうございます。あ、これペグケースか。そうですね。なるほど、これが長い方のやつか。オリジナルの軽量ベルクロ。あ、ベルクロなんですね、これ。そうです。でそのままぐるっと巻いてもらうと、もう出す時にも、で収納する時にもスピーディーに。あ、どこでもつくから、あ、いいですね。そうです。入れる本数によってこうギュッと締められるから、カチャカチャしないで持っていける。そうですね、ギュッと締めれるの。そう、このケースをどうしようかその時迷ったんですけど、これ注文した時に。でもケース別なの持ってて、でも22センチ入んなかったんで、フィグケースもとは思ってたんですよ。なるほどな。ありがとうございます。15と22用の、はい、用意してます。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、気になっておりましたヘリテージさんの新作のクロスドームカヤ、はい、これめちゃくちゃ気になってたんです。今日見れるってことだったんで楽しみに実は来ております。あ、そうですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。おすすめポイント等々教えていただけると嬉しいです。はい、まずは、はい、このカヤですよね、はい、この内側の完全にもうメッシュなので、はい、でこれ単体でも使えるようにしてあるので、いわゆる、まあ、これ見ていただくと、これタープとの組み合わせ例なんですけど、はい、まあ、タープと組み合わせていただいてもいいし、まあ、どっかあの雨が風に当たらないところであれば単体でも使っていただいてもということで、うんうん、基本的にはもう元々のアイデアというのは沢登り、はい、まあ、そういうところで虫よけで、うん、まあ、タープの下で寝てるだけでどうしても虫に刺されやすいんで、はい、まあ、こういったものはあったらいいんじゃないかということで、こういうのが開発されて、でさらに、まあ、この単体だけではどうしたって雨が降ってきたらということで、このレインフライをつけて、はい、軽いモーターを作るっていうことで、単体だと 578g、 これフレーム込みなんですけど、はい、でこのレインフライを込みだと 760g っていう重量を抑えていく。軽いなぁ。まあ、元々クロスオーバードームっていうものが、まあ、軽いものでシングルロールがあったので、はい、まあ、派生として、まあ、こういうメッシュものがあって面白いんじゃないかと。確かに。しかもこのサイズ感も、はい、あの私なんかのカツカツの、ね、方はあれかもしれないですけど、はい、ちょっと機材とか荷物とかがあるので、 1.5 ぐらいは最低欲しくて、 そうですね、それでもいいなと思って。そう、寝ていただいて、まあ、荷物を置いていただいて もう十分なゆとりがあるので、奥行き95あれば荷物全然置けるんで。そうなんですよ。で、まあ、例えばああいう形でレインフライつけていただいて、はい、どうしてもこのシングルオールだと結露が気になったりするところもあるんですけど、うん、やっぱりこう隙間があるので頭とかこう足が当たっても結露で手足が濡れたり荷物が濡れたりすることが非常に少ないんですね。うん、で設営も こっち側からポールを差し込んで、はい、でもこっち側はもう抜けないようになってるんですよね。設営がもう非常に簡単で、こちらが一人で2本一緒に刺すだけでもう、はい、だから天候悪くても設営はすごくスピーディーにできます。でここで調整しつつインナーだけでも、そう、単体でも使える、ペグダウンできて、はい、持ってきて、あ、で中もそうですね、ここにどこで、はい、かけれるし、あ、そうですね、ここにロップかければ、あ、でメッシュでしたっけ、はい、オプションで、オプションで、そうですよね、はい、なるほど。十分あるので、はい、入っていただいても窮屈感は、ね、ほとんどないと思うんですよ。特に天気が良ければこういう形でメッシュにしてここをまとめていただくと、頭こちらでも星空を見ながら寝られる。確かに後ろ側も十分スペースあるし、はい、風も抜けるし。そうなんですよ。なのでやっぱりシングルオールと、うん、
あの比べると開放感がすごくあるので、そうですね、休憩時間も全然ないです。これは確かに結露しなさそう。そうですね、はい、これちなみに専用のグランドシートとか出す予定あるんですか？もともとそういうのは、ね、用意がなくてですね、はい、もクロスオーバードームのシリーズがそうなんですけど、うんうんうん、もうこれ私たちテントって呼んでないんですよね、はい、テントっていうともっとしっかりしたもので生地が、しっかりして耐久性のあるものを、うん、まあそのシリーズエスパースであったり、はい、ハイレゴっていうのがあるので、これ自体はあのシングルのシェルターであったりダブルのシェルターというふうに出しているので、うん、はい、もっと共同を求める方は、まあ、そういったテントを利用していただいて、うんうん、もうこれもう生地自体は10年ニールなんで、はい、下手するともうこう言っちゃうんですけど、1回使って下に枝とか何か石とかがあると、うん、ピンホール開いちゃうんですよね、うん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 、でそういうのも含めて使える方に使ってほしい、うんうん、まあまあ気になる方はして何か引けばいいですもんね。そうですね、何でもありますからね。オプション等はですね、今のところ考えてはいないです。うん、なるほど。へえ。ちょっとですね、あの正直誰にでもお勧めできるものではないです。もうやっぱりその山とかそういう環境で慣れてる方だけにお勧めできる特別なシェルターです。これちなみにフライはこれどういうふうに引っかかってるんですか？これもう引っ掛けてるだけです。本当非常に簡単な。そういうことなんですね。はい、これかけてこれをもう引っ張るだけで。これも簡単に設定ができるので、でここをペグダウンすればいいってことですね。もしくはここで、なるほど、はい、まずはここですね。4方向は必ずここで引っ張っていただいて、はい、特性高めて、あとはこちらの4箇所を止めていただくのが基本ですね、うんうん、あ、本当に引っ掛けるだけなんですね。はい、シンプルなことです。これがなんか、うん、ちょっと写真だといまいち分かんなくて。あ、なるほど。へー、 そういった作りも含めてやっぱりテントと比べてしまうとちょっと簡単な作りになってます、うん、いやでも楽でいいですよ。楽です。うん、だって別にここ止めちゃえば抜けることもないし。そうですね。うん、基本的にはそこでテープを引っ張っていただければ、はい、十分張りも出ますし、抜けることはないです。なるほど、はい。これ全部セットになってる。あ、軽いわ。でこれでグラム今待っていて、ちょっと今日雨なんで若干誤差は出ると思うんですけど。いやでも、はい、軽っ。へえ、まあ。とにかく軽い、もうカヤの。うんうん、はい、フライ付きのスタイルで、もう本当にこれ書いてあると軽くも自由に自分のスタイルで、うん、いろいろなところでアイデア次第ではものすごく、ね、はい、リバークを楽しんでいただける。なるほど。いやー、実物見れてよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、楽しみにしております。はい、来年4月発売。そうです、4月、そうですね、上旬発売になってます。はい、わかりました。一番初めはちょっと生産の問題であんまり大量に作れないので、うん、ね、全国で予約を承って、はい、販売するような形になって。鴨志賀さんとか予約受け付けてますもんね。あ、今予約しております。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、見れてよかったです。ありがとうございます。めちゃくちゃ気になっておりました、ラブさんのブース。やっと実物をいろいろ見れる。枕だけは変えたんで使わせていただいてるんですけど、はい、動画でもちょっと紹介させていただいて。ありがとうございます。いやー、これ秋冬の新作ということで。そうなんですよ、はい、これはプリマロフトが、はい、新しくこう出した、はい、サーモプルームプラスっていう、サーモプルームプラスっていう、はい、新しい素材。サーモプルームプラス、あ、はい、はい、今シーズンは多分他のブランドで使っているところがないんじゃないかなと思うんですけど、はい、何かというと粒状の綿なんですね、うんうん、で要はダウンボールと似たような、はい、こう丸い形状の粒綿と、はい、あとフェザー、はい、船型のような、はい、形状の中綿、はい、それをこううまくミックスして、うん、でダウンと似たような、まあ、本当にソフトでしなやかなロフト感を出してるっていう、はい、はい、でもこれ確かに触ったらあんま分かんないですね。そうなんですよ。うーん、結構だから触り心地が限りなくこうダウンに近い、はい、で化繊なんで、はい、まあ、濡れても保温性が落ちにくい、まあ、メリットもあるし、はい、まあ、あと本当に洗濯もね、うん、手軽にできちゃうっていう、まあ、そういう良さがありますよね。さらにラブのティルトテクノロジーっていう、はいはい、寝袋とか寝袋とかマットとかに使われてるテクノロジーが、はい、この、まあ、ジャケットにも搭載されて、はい、内側のこのメッシュ状にライニングの下に、はい、メッシュ状になっている生地見えますか？はい、見えます。これがねティルトのフィルムなんですね。うーん、まあ、金属由来のフィルムでできているので、はい、まあ、体の熱をこう
できるだけ反射っていうか、そうですそうです、閉じ込めておくと、うん、で一番こう温めておく必要がある背面とフロントにこのティルトを使って、はい、で逆にあのオーバーヒートを防ぐために脇の下にも入ってないんです、ね、うんうんうん、なのでこう通気性をアップさせて、で脇の下だけプリマロフト の, あの板状の綿、はい、ゴールド、プリマロフトゴールドを使用して、はい、できるだけこうなんだろうな、動きやすいように、うん、はい、あんまりこうモコモコせずに割とこうフィッティングよく着用できるっていう、はい、へえ、はい、結構ねいろんなところにこうこだわって作られた、なるほど、はい、これが今年の新しい商品ですね。これあの外の生地自体は撥水とかですか？はい、そうですね、撥水、あのパーテックスの、まあ、非常に軽量クワンタンプロっていう生地なんですけど、はい、まあ、撥水加工がした軽量ナイロン素材です、ね、まあでも濡れた、仮に染みちゃったところで中が河川だからそんなに、そうですね、はい、まあ、防水ではないですけどね、はい、わ、収納するときは左側のポケット、はい、あ、そうなんですか、すごい、やでもあっ、あったかさが、ね、うん、全然違う、しかも軽いですね、軽いですよね、なんか着てないみたいな、軽い、まあ、ダウンよりは重量あるんですけど、でも河川とは思えないぐらいの軽さです、いや軽いです、びっくりした、こう行くんですよね、そうです、やっちゃっていいですか、イノベイティバグがついてるちょっと入りにくいかもしれないですね、このもうちょっとまあ膨れるにしてもこの大きさですよね、いやすごい、一番気になってたんですよ、これがどこにも売ってないしサイズ感が分かんなくて、ちょうどね、自分これも見出してきたんですよ、はい、あ、そうなんですか、だからこれから、まあ、出回ります、それは狙ってる方は多分朗報ですよ、みんな買えないって言ってるから、あ、本当ですか、はい、嬉しい、まだ出会いしっていうのすいませんっていう、ね、これから入ってくる、あれ去年ちゃんと自分発売されたモデルで、はい、これが1000フィルパワーで、でここがちょっとあのやっぱり同じ考え方で、はい、オーバーヒートを防ぐために、はい、ここだけティルトのあのライニングは入ってないんですよ、このシルバーの部分が、はい、チタン、ここを生地に付着させて、はい、体の熱を押し込める、はい、いやでもこれ軽い、軽いですよね、中に入ってるのが1000フィルタワーのヨーロピアングッズ、確かに L だときついなこれの上だと L は VR のエコン XL でしたっけ、これ L だと思う、日本 L、 あなんで XL ですよね、そうですね、 XL、 ちょっとこれサンプル品なんで、はい、このフードの上にシルバー入ってないんですけど、はい、本当はシルバーに入ってます、なるほど、展示会で使用したサンプルなんです、いやこれ皆さん待ってた方ぼちぼち出回るらしいんで要チェックですよ、いや僕もこれめっちゃ欲しかったんで、いや実物見ればよかった、サイズ感だけが分かんない、あと引き続き寝袋もいいですか、寝袋もマットも全部気になってるんですよ、やってみます、いいですか、寝袋もちょっとサイズ感があるじゃないですか、僕体でかいんで、あの900フィルのヨーロピアンですね、はい、軽量化を図るために背面にははいダウンを入れてないんですよ、あ、そうなんですね、その代わり、はい、あの後ろにスリーブがついてて、おお、こういう仕様なんだ、なんかキルトのちょっと変形系みたいな、結局背面に入ってないから、うんうん、要はマットがこうずれ落ちてしまうと、はい、やっぱこう背中が冷えてしまうので、うんうん、これをこうちゃんとつけて、なるほど、で足元は割と自由に動けるようについてないんですね、はい、うんうんうん、でその代わりにあのダウンを入れて保温性をちょっと上げて、うんうん、なるほど、足元はダウンが入ってて背中面というか裏面も、そうです、背中部分はもう布だけになってるところ、そうですね、へえ、まあでも布があるだけでもキルトともちょっと違うから、またなんかキルトだと完全にここ抜けちゃいますもんね、
あ、こういう風になってたんだ。なるほど。ここにね、ダウンジャケットとかフリースとか入れてもらうと、はい、枕に。あ、なるほど。へぇ。どうしようかったら。はい、ちょっと失礼します。はい、あ、サイズ全然大丈夫です、ね、大丈夫です。店に来ながら結構フットボックスを割と広く使われて、作られてて、はい、全然平気だわ。あ、これぐらいゆったりしてるといいですね。なんかこれがキュッてなっちゃう寝袋もあるんで、そうですね、寝袋もちょっと入ってみないとわかんないんですけど。なるほど。いや、いいです。こっちが 4.5、 あっちが5。そうですね。いや、マットもすごい寝心地いい。この方が縦型のチャンバーになって、はい、両サイドからちょっと高くなってるんですけど、心地にくい。そこ、今は若干にくい、はい。いや、でもこの背中側の布があるだけで全然違いますね。違いますよね。やっぱ、キルトだとここがね、隙間できると寒くなるんで、させられますね。収納した時のサイズが本当にコンパクトになるんで。そうか、なるほど。銃弾を入れてみます、ね。うわ、ちっちゃ。収納サイズこれです。こっちがこれですね。それ今の寝袋が、うわ、ちっちゃ。もうマットとほぼ変わんないじゃないですか、そんなに。うわぁ、めちゃくちゃちっちゃい。これで寝袋マットですとマットやば。下手したらだってマットともう枕でこんぐらいになっちゃいますよね。そうですよね。うわぁ、ちっちゃ。一応この2つを併用していただくと、まあリミットで0度ぐらいまで入ります。うんうん、いけます。ちっちゃいですよね。ちっちゃ。うわー、これもう全部気になったんで、今日本当ほぼラブさんのを見に来ました。あ、本当ですか。はい、嬉しい。クロシリ何が違うんですよこれ。あ、ちょっと気になってたゼログラムのね、エルチャルテン、これね、爆速設営が魅力です。ちょっと気になってるんです。エルチャルテンも2種類あるじゃない。プロとゼロボーンと2種類ある。プロがいいです。プロはでも、はい、軽さにこだわったプロ、うん、まあまあ、で、あのゼロボーンの方はあの独自開発のこのポール使ってるんだけど、うんうん、こっちのプロの方はあのヘリノックスで使ってるポール、ダックね、ダック、うん、ダックポールを使ってあのさらにこう軽量に特化したようなポールを使った、うん、あれメーカーの方ですか。プロシリーズ、うん、メーカーの方ですか。これね、半分メーカーの方と言っていいぐらいものを買ってる。なるほどね、うん、はい、大きな違いはまず軽さ、プロシリーズとノーマル。ポールの違い。ポールがこちらがゼロボーンで、こっちがダックを使ってまして、はい、ダックを使ってのがプロシリーズになっているんですが、ゼロボーンをどん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 軽量化していったから、今同じぐらいの重さになっている。へぇ、旧型のゼロボーンはちょっと重かった。うん、新型は軽くなった。へぇ、重い時に軽いテント欲しいよってなった時に、ダックのプロシリーズっていうのが出た。うん、でダックのプロシリーズで走ってたんだけど、だんだんゼロボーンの方が軽くなってって、うん、今は同じぐらいになってる。へぇ、スペック見たらそんな感じ。これで1キロちょいぐらい。これはミニマムで 1.1 ですね。パッキングで 1.3 になります。はい、で、ダブルウォールで、一体型で両開き、両方とも全部電室がついて、両線までお使いいただけるような仕様になっています。パッキングで 1.3 で、幅がこれ700、800ぐらい。あ、ここに書いてました。あ、書いてます。800です。はい。これが 1P か。1P です。1P ででもこんな全室だと両窓開きで、ね、1.3。
フロアシート、ブランドシートもつけての一点。質問の方ありがとうございます。では改めまして、TI 株式会社の西原高弘さん、とても興味深いお話をありがとうございました。もう両開きっていうのがすごく特徴的なので、より詳しく両線で、例えばこっちから入ってこっちから、例えば槍の天場でやる。ではありがとうございました。できますし、あとはそのこっちにすぐンとかバッて来ちゃった時にこっちを入り口に変えたりですとか、うん、風の向きが変わった時に出口を変えたりっていうようなことがしやすいようになってます。で、本当両線でもしっかり使えるような耐風性と、あとフライもこうしっかりこの地面の近くまであるようになっているので、基本3シーズンですけど、12時50分から本日3本目のコンテンツとなります。東北セッションボリューム2、木製品に価値をつける塗りのクラフトスパンシップというテーマの雪降った時にここに雪さえこう詰めちゃえば吹きこぼしてお楽しみにお待ちください。もう入ってくる吹き込みが、うん、吹き込みがないような仕様になってます。お色はこれ一色、ワンピーはこれ一色です。これはもう日本の山を意識していて、その水を多く含んだ土と流れる水を意識した、はい、そうですね。このメッシュがすごいです。なんですか、水は通さない、うん、湿気は通すっていう、水通さないんだ。だからここの上に水滴垂らすと本当に水滴弾くんだ。弾くのよ。へえ。すごい。気密性の高いメッシュだと思うんですけど、通気はあるんですけど、水のサイズのところになると通さないので、中で結露は発生しない仕組みになってます。うん、中で例えばちょっとコーヒー沸かしたり、人間の息とかすごく水分を多く含む空気は出し入れするんですけど、結露になった時に戻さないので、例えば雨がちょっと降っててもここが流れていくような仕組み。すごい。これが 1.5P です。でこちらの方が居住性がすごく高いので、そうですね、高い仕様になってます。こちら完全に日本の山を意識して少しこうキュッとしてるんですけども、こちらはそうですね、少し快適性に。いやでもやっぱこんぐらい欲しいな、 1.5 ぐらいは。これだとスリーピングパッド引いてもザックが置けない。そうなんですよね。こっちは置けない。そうなんですよ、はい、機材があるんでこれだとちょっと置けないんですよね。レイクホワイト、レイクホワイト、レイクブルー、そう、なんかレイクホワイトって名前だった気がします。そうです、そんな感じでしたよね。なんかずっと言ってんのに忘れました。湖の青ですね。そうですね、この色いいですよね。この色いい、はい、でこれ白いんですけど中が濃いので夜間中で透けますけど、なんていうか動きが分かりづらい、動きが分かりづらいです。これが幅が112かな、インナー112。いやーやっぱこれいいな。たまにさ、ここのさパーツだけ折れちゃったんだったらショックじゃん、うん、テント変えらさなきゃいけない。でもここの部分だけ変えられるのか。あ、ここで変えられるのね。そうそうそう、絶対こっちの方がいいじゃん。こういったものが全部変えられるので、修理とかに出すとかなり数千円とかかなりかかるものがパーツ代だけで済むようになっているのがこのプロシリーズになってます。プロの方がいいじゃん、うん、こういう面ではいい、長く使える。この辺がこう全部こう全部取り自分でできるような仕様になった。いやでもこのね、三位一体で爆速設営が神でしょ。そうね、いやーそう、色もいい。キガーが気になるようなステッカーはないですね、うん、あれはちょっと私は気になるんですけど、人によっては気になるかもしれない、うん、男は大丈夫だよ。まあ大丈夫です。なんならもう外で。そうそう、外で着替えるよ。そうだもん。そう、なんなら外で強い、ね、全然減るもんじゃないし。そうそうそう、このこのね、これお湯沸かすのにね、いや最高よこれ。いいですよね、このこれね、これステンレスね、チタン、これチタンです、うん、でこっからお湯が注げるんですよ。これめっちゃいいです。でなんかハリケーンさんがずっと言ってましたけど、これお湯沸かした時にこの取っ手が長いから熱くなりにくい。風向きによっちゃ熱くなるけど、お湯沸騰させても素手でもそんなに大丈夫でした。素手でいける。そうだね。でちゃんとお湯の注ぎ口ついてて、容量が700、750とか、実質65ぐらいですね。
沸かすんだったら。これは衝動買いしました。いや、これいい。あ、どっち買ったんですか、金の方。あ、金の方ね。僕は黒で、あの、マグも揃えたんで。サマーさん。おしゃれ。あ、これ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 。これ広げても大丈夫ですか。表面にプリントがしてあります。あとスクエアもあります、ね、90×90 ぐらいの確か。そうですね、100弱。あ、これもこれスクエアですね。あのさっきのグランドシートのちょうどいいですね。これ贅沢だね、このこのテントの広さ。いや、めっちゃ広。これラグジュアリーだね、マジで。いや、めっちゃ広いっすね、これは、ね。フィールドスタイルの時はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今日はなんか新作があるっていうことなんで、駆けつけてきたんですけども。じゃん。じゃん。これです。これが、インスタで見てました。オットマンですね。このセットで使うと、最高っていうやつですね。うわー。ちょっと、座っていいですか。適当に合わせて寝れるでしょ。そして2つ目は、いやー、これは星見えた。いや、いいっすね。いや、ちょっと屋根を透けてみた。もうちょっとお尻前出して、お尻前出して首をつけて。あー、ちょっと前ぐらいかな。いや、これ昼寝に最高っすね。俺夜寝ちゃうけど。でも夏だったらね、こういうちょっとねタオルかけたりとか全然寝れちゃいますね。これサイドテーブルのうちのやつで、まあ、うわ、いい。これ別に単体で座っても大丈夫。単体大丈夫。まあ、そう。でも使い方としては足を置く感じ。そのまあでもなんか、まあ、ちょっとね、こうやってこう行った時にこんな感じで、ね、はい、こんな感じでもいいですよね。一応これガイロープが入ってて、テンションがだからこの表面とあとはガイロープ、はい、これと一緒なんだけど、なるほど。これでそこ大事なとこ、大事なとこだよ。へえー。で、パタッと折りたためるとこ、畳んだ時にはこうやってやってもらえば、なるほど、素敵。あとはまあこの台、椅子と合わせた時のまあ高さもね、そうそうそう、ちょうど合わせてますもんね。うわー、贅沢セットだわこれは。いや、でももう既存で椅子ね、使ってる方はそう、追加でね、追加で行ったら最高に。結構お客さんからオートマ出さないのずっと言われてて、うんうんうん、ようやく出します。なるほど。いや、でもこの平これはいいですね。これはいいな。そうそう、アートここがいい、作りがもない。ここにフレームがないんで足置いた時に当たんないですもんね。そう、足置いた時に当たんないっていうのは、そうそうそう、ここで支えてるんですね。そうそうそう、この椅子も一緒なんだよね。ここにないんで、ここにあると足当たって痛いですもんね。そう、ずっと長いことを座ってると痛いんで、うんうんうん、なるほど。このセットでくつろげたら最高なんですけどね。これ山桜。あ、こっちはオークだけど、はい、バラだけど、こっち山桜で、うん、桜の木もいいですよね、香りが。すごくいい。そう、本当に僕桜の木のククサ使ってるんですけど、香る、すごい香る。いいよね。そうで、色も結構変わってくと、うんうん、どんどん深い、深み増していて、そう、すごくいいし、なんかやっぱ緑っぽいこうのが入ってたり、ありますよね。そう、それがなんか葉っぱ、うんうん、桜の木見た時の葉っぱとか、まあ、そういうイメージだし、うん、ピンクもところどころにあったりする、ありますよね。で、またなんかあのオイルっていうか、うん、スローとか塗ってもまた表情変わるし、すごくいい感じになる。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。新作初お目見えということでぜひ皆さんで、ね、試していただいて寄っていただければ、割と分かりやすい、入り口はそこから左に入っていってすぐところにブースがありますんで、ぜひぜひお立ち寄りください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、ちょっと風が強いんでね、音声あんま綺麗に撮れてないかもしれないんですけども、アルプスアウトドアサミットのメディアデーね、潜入してきました。今日ね、私が個人的に見たかったものも含めてですね、結構たくさんね、いろいろギア見ることができました。今ね、絶賛売り切れ中でね、買えないギアとかの
入荷情報とかもね聞けたりしましたし、このイベント限定のねお得情報なんかもありましたので、ぜひねこの動画を見てですね、アルプスアウトドアサミットね、お近くの方もしくはね来れる範囲の方はですね、お立ち寄りいただければいいんじゃないかなと思います。非常にね山系のギアからその他ね、いろいろとたくさんのねメーカーさん出展されていて、楽しいイベントになっておりましたので、ぜひねお立ち寄りください。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。マットやば。